リンハローパラレルリニバラレルのリントです。はい、今日もトカゲちゃんたちの動画でございます。はい、今日はね、レオパルエコのロペ様、そして次に乗っかってるのがシェフィー、そしてサニー、サロンのモニターのね、シェフィーとサニーですね。はい、が今こうやって音浴してロペ様にね乗っかっております。サイズがね、今はまだ同じぐらいなので、あの一緒にこうやって遊ばせてます。あと、ね、皆さんにはおすすめはできないですけれども、あの一応ね、様子を見て、特に争いが起きていないのを確認してね、一緒にしております。まあ、誰しもができるとは限らないので、その辺はね、あの真似しないでください。本当自己責任です。何かあった際はね、私も自己責任と思ってこのように一緒にしております。今時期しかね、こうやって一緒に入れるのは難しいなと思って、一緒に写真を撮ったり動画を撮ったりっていうのはね、あの今後あのサバの問題でかくなっちゃうんでね、それはできないので、あの今だけ一緒に音浴したりしております。いや、ロッペがね、本当におとなしいのと、あのまあ、このサバのモニター2人もね、そんなに荒々しくないので、まあ、私にはたまに、ね、低アタックするけども、あの結構人にも慣れてて、この子たちおとなしいというか穏やかというかっていう感じなので、噛みついてくることもないので、ね、あんまり嫌だと頭撫でたりするだけでも低アタックしたりするからね、意外とそういうのはこの子たちないので、まあ、ロペに関しては一番おとなしいよね。はい、なのでね、一緒にしております。今日はね、特に何があったというわけではなく、私が帰ってきて、シャワーをね、こうやって浴びて、一緒に温浴させてみようと思って、一緒にお風呂入ってます。あの、まあ、山椒はお風呂無理だし、あの暑いとやけどというかね、あの粘膜おかしくなっちゃうし、袋もモンガも基本的にはお風呂には入れないので、本当にこう自分でね、あのグルーミングが難しい時とか汚れがすごい時っていうのは入れてあげることもね、なくはないですけれども、まああんまりおすすめできることではないので、本当あと何だろうね、という技術がちゃんとある人とかね、あのまあ、そういう感じなのでね、あの、不毛も基本的にはお風呂入んないし、なんか浴槽に一緒に浸かるってこともできないし、私は浸かるってほど浸かってないから、手が向くことだから。ただね、この子たちちょっと水深深くしても泳げるんだよね。だからね、一緒にお風呂入ろうと思ったらね、入れるのよ。まあでも私もね、あの、そのお湯にね、お尻つけたりして、温まっております。気持ちいいね。ロペが移動した。いや、ロペほんと綺麗になったな、あんた。この間ね、ロペ脱皮したんだよ。脱皮した部分がね、もう白の部分がすごい綺麗なんだよね。ちょっと入れて。ほら、これ。すっげえ綺麗なロペ。ほら。なんかほんとね、慣れてるんでおとなしいですね。まあ、ただ好奇心旺盛なので手から降りようとしますけど、まあ、当たり前だよね。手にずっと乗っかってる方が不思議なもんだ。こういう変な動きしても嫌がる。うん、なんて目も綺麗だね。顔がすごい綺麗なんだよ、この子。お迎えする時もね、すごいこうそのショップでね、すっごいじっくり見ていろんな子、この子綺麗だなと思ってお迎えしたので、チュッ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 、降りて、降りて、降りて、でシェフィーとサンディは基本的にはなんてことなくって感じだね。でほらロペが近づいてきても嫌がんないんだよね。不思議な3匹だ。まあこの2人はね、まあ、びっくりしたね。ごめん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 ね、私のせいだ。この二人はね、同じ同種なんでね、そんなに嫌がらないでしょうけど、っていうか今日あんたらおとなしいの、二人とも
がタンドリングできたの初めてだよ。え、頑張ったらさ、サムビーでハンドリングとかできんのかな。よいしょ、ちょっと失礼。できなくはないけど、みんなすぐ降りてったね。ちょっと川の字になって、あ、そうこの状態でできたけど、なんかぐちゃぐちゃ。はい、はい、ね、音楽気持ちいいんでしょ、あんたら。なんか満足そうな顔してたもんね。いや、私もこの後シャワーをしっかり浴びます。頭洗ったり体洗ったりって感じですね。ということで本日はね、レオパード月光のロペ、そしてシェフィーね、そして3人の3匹とね、音力お風呂入っておりましたという動画でございます。ほんとおとなしいね。乗っかったさすがに無理か。サニーがね、ちょっと好奇心旺盛なんだよね。難しかったわ。はい、ということで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどですね、ぜひぜひお願いいたします。そして次回の動画もね、ぜひとも見てくださいますと幸いです。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。